こんにちは、南雲と経典です。今日も YouTube を撮っていこうと思います。今日はですね、お客様から60シリーズの疑難の60シリーズのメンテナンスをお預かりさせていただきました。そしてこの疑難の60シリーズというのは、疑難の時計の中で、スポーツモデルということで、パイロットウォッチとはちょっと違うんですね。まあ似てはいるんですけども、今日はオーナーさんから、新潟県の K さんからご許可いただいて撮らせていただいてもらってます。こんな感じです。クロノグラフで自動巻き、こちらのモデルはですね、ギナンの社長のクルーさん、ギナンの社長のクルーさんはとても車が大好きで、でポルシェが好きなんですね。彼はドイツ人で、車好きっていうと、まあ、ポルシェが憧れって皆さん言ってるんですけども、そのポルシェもドイツで普通に買うと、まあ右側通行だから左ハンドルなんですね。けど彼は日本に輸出された右ハンドル仕様をドイツで乗っている、こうなんていうのか、反対側のハンドルを乗っていて、結構注目されてて嬉しいそうです。まあ日本で左ハンドル乗っているような感覚みたいで、ドイツでは結構注目されるということで、いいだろうって言ってましたね。で彼はその、ドライブをするときにこの60シリーズをつけて、運転しているそうです。まあそういう写真が結構ねありまして、でその中ではこの60シリーズをいつもつけてるんですね。で彼曰く、まあこのスポーツモデルは、まあ60シリーズはそのドライバーズモデルとしてこういうふうにデザインしていると。ちょっと見ていただくと、このパイロットモデルというのは単純に時刻の見やすさをメインにデザインされているんですけども、このドライビングモデルっていうかは、よく見てもらうとクロノグラフのデザインももうちょっと見やすくなってるんですね。まあ、こんな違いがあるんですね。あと、まあそのパイロットさんでも、こう、ギナンをもともと競技パイロットをメインにしてるんで、競技パイロットさんなんかだと、どうしても G がかかるから、まあ、こう、なんていうのかな、こんな感じで、重心をなるべく低く作ってるんですね。で、自動車の場合はそこまで、まあ、G かかりませんので、まあ、飛行機もの何分の1しかかかりませんので、まあ、割とこういう普通の、まあ、クロノグラフのデザインになっているんですね。で、まあ、ともにプッシュボタンは、まあ、押しやすいようにガードがついているタイプになっています。ということで、今日はこのドライバーズモデルというものをちょっとご紹介させていただきました。新潟県の K さん、ありがとうございます。でね、これ、そう。ただ、こうやって見るのもなかなかかっこいいんですけども、手にはまるとかっこいいんですよ。許可、手にはめて撮らせてねってお願いして許可もらってます。こんな感じです。なかなかね、こんな感じでかっこいいと思うんですね。で、こちらの60シリーズ、ついちょっと前に新色が出たんですね。ニューモデルとして、ニューカラーが出ました。これ、来週か再来週ぐらいにはご紹介できると思います。このドライバーズモデル、なかなかかっこいいので、ちょっと気にしてみてください。よろしくお願いします。